背景です。今回は現役ドラフト1年目、ヨーカ直政についてということで、今回はヨーカ選手についてね、まあいろいろ今シーズンの活躍とか振り返りながら話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではね、ゲンドラ加入のヨーカについてということで、 今回はヨーカー選手について見ていこうと思いますまずは今シーズンのここまでの成績から見ていきましょう7試合に出場して打率1割5分8厘3安打1本1打点三振9個フォアボール1個長打率3割1分6数推率2割7分3厘の OPS5 割8分9厘という成績でしたはいまあヨーカー選手なんですけれども、まあ、今シーズンからね現役ドラフトというシステムでライオンズに加入をしてきました、まあ、森友哉選手が抜けてしまったというところと まああとはね、非常に左ピッチャーに強いというところと、まああとは長打力があるっていうところで、まあ1軍でもね、こうバ、バッティングでの活躍っていうところが非常にね、期待をされていて、まあキャンプでも1軍に入ったんですけれども、まあオープン戦でね、なかなか思いのほかアピールができなくて、まあ開幕は2軍スタートということになりました。 で、まあその中でもね、まあ2軍である程度結果を残して、まあ5月に昇格を果たしたんですけれども、まあ一席後の1試合目、初スタメンの試合では、まあホームランをね放つなど活躍したんですけれども、まあ2試合目以降っていうところでは、16打席に立って1安打のみということで、まあなかなかね、やっぱりこのデビュー戦以降は、まあずっとね、活躍できなかったと。 いうことになってしまい、まあアピールができませんでした。で、三振率っていうところに関しても 40.、40.9%、まあ22打席立って9個三振してしまっているってところを考えると、まあかなりね、やはり苦しい部分があったのかなというふうには思います。まあそういったところもあってね、まあ7試合のうちに留まってしまって、まあ2軍に抹消ということになって、まあ2軍でもね、ある程度結果を残してはいるんですけれども、まあここまでなかなかね、声がかかっていないというのが現実になってしまっております。 まあただねやはり左ピッチャー相手にね打席をあんまり与えてもらえなかったっていうところはね、まあ、かなりね本人的にも不運だったというか、まあ、かわいそうな部分はもちろんあったかなというふうには思います。まあ、三振が多くなってしまったのもおそらくね右投手相手との対戦が多かったからっていうところがね言えるんじゃないかなというふうに思うので。 まあ、なかなかね、やっぱこう、左ピッチャー相手に、まあ、もう少しと席を与えてあげてほしかったなというのが、まあ、率直な感想かなとは思います。ただね、やはり限られた中で、まあ、アピールができなかったっていうのも事実になりますので、まあ、そこもなかなかね、やっぱりこう、期待をされて入ってきた中では、えー、辛い部分かなというふうには思いますね。で、あとはね、やっぱりこう、基本的に守りの部分での貢献っていうところが、やっぱ難しい選手にはなってきますので、 まあ基本的にはね、やはりこう、一応サード、外野、一塁を守れるっていうことだったんですが、まあサードと外野はね、なかなか難しいっていうところで、まあキャンプからも基本的には一塁と、まああとは指名打者っていうところがメインでしたで。まあ基本的にはね、やはりファーストか指名打者でしか、まあ試合に出ることができないっていうところで、まあやっぱりバッティングで打たないとね、基本的には試合に出れない。でもその中でバッティングになかなかアピールができなかった。 やはりファーストには槙、まあ、野選手がいて、まあ、ある程度活躍しているっていうのもありますし、まあ、あと、やっぱり渡辺謙斗選手、まあ、そんなにヨーカー選手と2軍成績的には遜、ね、色ないですし、まあ、なんならヨーカー選手のほうが、ねまあ、打つんじゃないかっていうところではあるんですけれども、まあ、ただ、やっぱりねドラフト1位で、まあ、期待の若手っていうところがあって、まあ、やはり渡辺選手のほうが、ねまあ、使われることになってしまったという感じですね。 で、やはり指名打者ってところでは、栗山選手、中村選手、二人ともね、活躍してますから、まあそこになかなか入っていくのも難しいというところで、まあなかなかやっぱり一軍にも呼ばれないのかなというところですし、まあここまでもほとんど出場機会を得ることはできなかったのかなというところですね。やっぱりね、まあ牧野選手、渡辺健人選手、で、中村選手、栗山選手をね、しのいで、やはりチャンスをつかむっていうふうになるには、 まあもう少しやっぱり2軍の方でアピールをしていきたいところ。まあ今2軍の方ではね、OPS 大体8割2分ってところなんですけど、まあ頑張ってね、9割ぐらいはやっぱり打っていかないと、まあ首脳陣のね、評価はあんまり得られないというか、まあなかなかやっぱり用価は使おうかっていう感じにはね、なんないのかなというふうにも思いますし。まああとはやっぱりね、まあ松井和夫監督自体が、まあ割とやっぱ走塁を重視するっていうところがある中で、 まあなかなかやっぱりね、こうそこにはまってこなかったっていうところと、まあ、あとは守備に関してもね、やはりこうファーストを守らせても結構危ないんですよね、うん、ファーストでもね、やはりこうボーミスっていうのを、まあ、ちょくちょくする選手になりますので。 玉木の野選手とか渡辺選手とかは、サードはそんなに上手くなくても、ファーストはある程度やっぱり守ることができるんですよね。ただ、ヨーカー選手はファーストでも結構ミスが目立ってしまうっていうところ、まあ、ここもやっぱりかなり苦しかったのかなというふうには思います。で、その中でやっぱり出場機会を得るってなるとね、バッティングでかなりのインパクトを与えないと、まあ、使おうかっていうふうにはならないので、 まあ今シーズンのやっぱりこの成績だとねなかなか難しいのかなというところですねただねやはりまだ現役ドラフト1年目っていうところもあ,りあるのでさすがにね戦力外だったりとか、まあ、リリースっていうところはないかなというふうには思いますし、まあ、僕自身もねもっと使えば、まあ、今よりはもっと打つとは思ってます正直ただやっぱりなかなかね、まあ、ファーストとサードって っていうところに選手が集中しているし、まあ、指名打手にはやっぱりね、あのベテランの2人がまだまだ健在で活躍しているところがあって、まあ、出場機会を得ることができなかったのかなというふうには思いますね。まあ、もう1年ね、おそらく契約はすると思いますので、まあ、来シーズンはなんとかレギュラー争いっていうところに参戦できるようにしていってほしいなというふうに思いますし。僕も非常にシーズン前はめちゃめちゃ期待してたんで、で実際にバッティングやっぱり打てる力あるっていうふうに僕も思っているので。 うん。なんとかね、やっぱり結構ね、そうレギュラー取るっていうと苦しくはなると思うんですけれども、まあ外野守れたらね、一番大きいんですけど、まあなかなかそこは難しいというところなので、まあなんとかもバッティングの方で打ちまくってアピールをして、まあ来季はレギュラー争いに参戦できるようにしていってほしいなというふうに思います。以上です。はい。今回も最後までご視聴ありがとうございました。えー、今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。